にちは、TSM でデジタルコンポーズの授業を担当している森谷聡と申します。デジタルコンポーズの授業っていうのはですね、コンピューターと、ソフトを使って、曲を作っていくっていう授業を担当しております。特に私の、授業で使うのはパソコンと、DAW ソフト、それはエイブルトンライブというソフト、それとこのプッシュというですね、マシンですね、これを使って曲を作っていきます。特にこのプッシュというマシンなんですけれども、皆さんが想像するような鍵盤とかそういうふうなものをイメージされると思うんですけれども、これ1台でドラムの打ち込みとか、メロディーを弾いたりとか、エフェクトをかけたり、効果音をつけたりとか、そういったことができる、優れもののマシンになっております。本日はですね、その中で、プッシュを使って簡単な、ビート、リズムの作り方、コードの弾き方、デジタルミュージックならではのですね、エフェクトとかテクニックをご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではですね、まずはじめにドラムの打ち込みの方法をご紹介いたします。で、普通でしたら例えばパソコンからファイル開いたりとか音源開いたりとか、パソコンを直接触るケースが多いんですけれども、このプッシュを使えばこのプッシュから呼び出すことが可能です。例えば Add Device っていうので追加でドラムで、この上のノブを回すとこういう風に音が出るんですね。音をプレビューすることもできます。今日はですね、往年の名機とも名高い808コアキットというものを使ってドラムを打ち込んでみようと思います。で、画面の左下の方にそれぞれ音が内蔵されてて、で、ここは一つが16分音符っていう解釈で、ここで どの時にタイミングで鳴らすかっていうのを僕らで指名することができます。で、右下が小節の長さですね。例えばこれを押すと2小節のフレーズになります。で、テンポに関してはここの左上のものをやっと128、今回、デモで演奏した曲は128なので、これを使っていこうと思います。ではキック、一番シンプルな4つ打ちって言われてるやつですね、これについて、打ち込んでみたいと思います。打つ場所はここと、これで、キックができましたね。で、ドラムはですね、もう1パターン用意してたので、このデュプリケートって複製って意味なんですけども、これを押すともう1個同じのができるので、ここにもう1つ重ねていきましょう。スネアはここ、ここのタイミングで、で、アクセントのためにクラップ、これは2回目と4回目にダンスミュージックっぽくなってきましたね。で、ここがハイハットなんですけども、ハイハットをチキ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 打つのがすごく大変なので、このリピートというものを押すと、押してる間中ずっと16で刻むようになります。こんな風に書いてみます。こんな感じで、簡単なドラムのビートを組み合わせて、曲の緩急ですね、こういうのをつけていくっていうのがよく使われるテクニックになります。ではですね、次にですね、コードの、弾き方、コードの打ち込みをやってみようかなと思います。これもですね、追加するのも簡単、ミディトラックで例えばこういう音を選んでロードするだけで、皆さんが見たことあるようなこういう画面になりますね。これどうなってるかというとですね、ピアノの鍵盤みたいな、機能になっております。じゃあ実際どういう風に配置になっているのか、チューナーを入れたんですけれども、ここでこれを押すと C、D、E、F、G、A、B、C、ドレミファソラシドになるんですね。で、同じようにこういう風に弾いても、これもドレミファソラシドになります。じゃあこれでコードを弾くときどうしたらいいか、難しい理論とかは全く抜きで三角形の形を作ってみてください。例えば1、3、5、これだけでコードっていうのが完成されます。同じように、これだけで弾けるんですね。でも今この状態だとドレミファソラシド C メジャーのスケールしか弾けないんですけれども、ここでスケールというものを押すと、例えば、
E とか B とか自由に、ルートの音を決めることができますし、メジャー、マイナー、スケールも選択することができます。今回は E マイナーでやってますので E マイナーに設定します。で、同じように弾いてみると E マイナーのスケールになります。こんな感じで三角形。ライブの大きな特徴として、この今音が鳴ってる状態のままレコーディングを開始することができます。じゃあ、実際にリアルタイムレコーディングっていうテクニックなんですけども、やってみたいと思います。感じで打ち込みが完了しました。あとはもうずっと繰り返してくれるんですね。で、さらにですね、今の状態からフレーズをもうちょっとだけ追加したい、こういう場合はこのまま、オーバーダブというテクニックで弾くことができます。じゃあ実際にやってみましょう。こんな形でですね、これもですね、ある意味ですね、デジタルミュージックならではの、重ねて録音していくっていうテクニックになっております。それ以外にもですね、この鍵盤であること、スケール、固定されてるってことを利用して様々な、メロディアスなフレーズが弾けるようになってます。これもプッシュの大きな魅力の一つとなっております。次にはですね、今度はですね、デジタルミュージックならではのテクニックとして、声をですね、刺身のように切り刻んで、それで新しいフレーズを構築するスライスというテクニックをお伝えしたいと思います。では同じようにトラックを追加します。今回使うのはこの声。これだけでも十分、面白いんですけれども、これをですね、自由にちょっと切り刻んでいこうかなと思います。ちょっと面白い効果が得れるように、よりちょっと下ごしらえをしてですね、それでスライスという、ここの部分で表示が変わりましたね。そして同じようにここ一つ一つに、フレーズ、声が切り刻まれているんですね。これを、新しいフレーズを作っていきます。で、これちょっと細かすぎるので、このセンシティビティっていうのを下げて、だいたいこれぐらいにしておくと、こんな感じでフレーズを入れます。例えばリアルタイムでこのまま重ねていこうと思います。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。今フレーズ実は失敗しちゃったんですね。で、この場合どうしたらいいのか、例えば Undo というのでもう一回仕切り直し、これもプッシュで簡単にできるようになります。ワン、ツー、スリー、フォー。こんな感じですね。トライアンドエラーも簡単にできる。そしてパソコンの画面を見なくてもですね、こうコントローラーを見ながらできるっていうのはですね、どうしてもそのパソコンを見て、作曲すると、事務的になりがちなんですけれども、やっぱこの楽器を扱っているような感覚でですね、よりクリエイティブな環境でできるのもプッシュの大きな魅力になっております。
紹介をさせていただきました。これ以外にも様々なテクニックとかありますので、ぜひぜひ皆さんで学んでみてください。でこれから先の時代としてはですね、皆さんがセルフプロデュース能力、自分で曲を作ったりとか自分で売り出したりとか、そういう時代がすぐそこまで迫っているかと思います。ぜひこの機会にですね、今までやったことないことで自分の得意なことをさらに伸ばすような、そういった形で皆さんのテクニックというものを磨いていっていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。